小学生の頃、幸宏少年は校内の習字で見事に金賞を受賞し、武道館で行われる大会に出場が決定。そして緊張のあまり、幸宏少年は大会当日、熱を出して出れなかった。そして時は経ち、なぜかアシッド・アンドロイドの武道館公演も中止になった。ハイドが初めて見に行ったコンサートは、和田アキ子、子供の頃の夢を聞かれ、子供らしい答えをするメンバーたち。仮面ライダー、 F1 ドライバー。そんな中、ケンが放った一言、働きたくなかった。ラジオの企画で哲也はボビー・オロゴンのチェイスをフルで聞かされたことがある。その際、哲也が放った一言、曲知らんでしょ。いや、全部歌ってたじゃん、フルバージョンで。いいなこれ、いい曲じゃないか。